西谷隆雄は、出版社、未来社の創業者、新潟県佐渡島出身。旧制佐渡中学卒業後、ストライキで、東京外国語学校ロシア語科を退学になり、1937年、明治大学文芸科卒業。京都大学で哲学を教えていた、重慶、西谷慶事の世話により京都の公文堂に勤務する。当時、公文堂は、 学術出版社として名高く、東の岩波、西の公文堂をと言われたほどで、ほぼ国立大学の教授の著書しか出版せず、権威主義の傾向が強かった。しかし西谷は、当時まだ無名だった、木下淳二の、ユうずるを、公文堂の啓蒙的総書、アテネ文庫に入れることを、企画会議で頑強に提案した。この企画が当たって、ユうずるが番を重ねたことから、 無名の著者の原稿でも優れていれば刊行すべきで、あるとの信念を持つに至る。同社取締役編集部長の後、1951年10月31日に、退社、1951年11月11日に、未来社を創設する。退職金代わりに、公文堂から譲り受けた、アテネ文庫の死刑を利用して、木下順二、譲ると、山本康江。 歩いてきた道を同社の最初の書目として刊行した。1968年に注文制を実施する。ワーズワースの思いは高く、暮らしは低くを仕事上の心情とし、主として左翼系の出版物を刊行した。長男は未来社社長の西谷の A。次男は演劇評論家、近畿大学教授の西、道幸と。ありがとうございます。